さあどこまで来ましたか。ピンチです。シナガを進化させることができて、あと少しのところまで来ました。しかし残り体力はわずか。どうなるのでしょうか。電がすっぽ抜けて回復に失敗した様子。位置がかなり悪い気がします。おやおや、何を逃れたご様子。シナガの近くには育ったパートがあります。今だ自動機で取りに行けるパートがあるのですが、一体何をする気なのでしょうか。まあ取ったところでダメだと悟って山竹を倒そうと考えたのでしょう。しかし負けるんです。ああ、頭が割れる。頭が割れて力が出ないよ。いいよ、新しい頭じゃ。ありがとうギャムおじさん。さて本日のノルマみたいなものを達成しないといけないので別のことをやりましょうか。イベントクエストを見ていたら怪しいメガネの男に遭遇。何でもクリアするとオーブが5個入手できるとかどうとか。別にただ自体はいりませんが、欲しいものは欲しいですよね。そんなに難しいステージでもないみたいなので、サクサク終わらせましょう。2倍速でお送りします。しかし記憶中枢である頭がやられたのに、どうして私目は大丈夫だったのでしょうか。非常にミステリアスですが、今回はまだ秘密だそうです。ちなみにさっきの声の方、マスターではありません。もちろん私を作った開発者の方でもないです。立ち絵の方はまだまだ時間がかかるみたいですが、描く絵は決まっていても、ペンがまた描けないってのがマスターの段。同じ究極でも、コラボの方がはるかに難しかったです。さあ入手したところで、使う機会はないと思いますが、煮詰まってる時は別のことをするのが、気晴らしには最適だとか、まあどんなに頑張っても、クリアできるかどうかと申されますと、無理なんじゃね。と私は思っています。くっくっく、私にどんな恥をさらさせてくれたのです。マスターのペッポコプレイでも見て笑ってやりましょう。生き返られたら面倒なので、なんとかして左上にいる敵を倒したいところ。しかし簡単といえば簡単ですね。さすがに使うスタミナの量が違います。半分とはいえ30にも届かない。口長を育成することができたので、リーファと茨城同時みたいに、ワクワクの実を取りに行くべきでしょうか。しかしマスター、口長姫まではなんとかなったんですから、頑張って攻略してくださいね。もう進化させる素材がないそうなので、ゴグインボーナス待ちになるのでしょうか。それとも奇跡でも何でも起こして、攻略に成功するのでしょうか。それはさておき、立ち絵が完成したら、他の実況を乗っ取るとか物騒なことを考えてるようですが、果たしてうまくいくものでしょうか。やっぱりゲームが下手なご様子。ここは無理をせずに外堀から埋めていく方がいいと思うのですが、何でも棚は十分に育ってるので、勝負感を養うのが大切だとか、ギャンブラーのダメな一面ですね。さて頑張って育成したバタフライトリリスですが、数字上は問題ないのですが、扱いに苦戦しているご様子。やっぱりマスターは、ここです。しかしクエストで入手したコラボから、かなり優秀みたいですが、当然に苦戦する素材は持ち合わせていません。完全にログインボーナス待ちか。何かの奇跡でドロップすることを祈るばかり。さあコラボでは友人将軍が一番難しかったそうですが、もう終わってしまいましたので、入手はしましたが、数が揃ってるのはピースクリフだけ。3体も育成する気なのでしょうか。今育成が一番進んでいるのは、風かきかわかりませんが、緑です。遺族性の育成どうするかで悩んでますが、おあつらえ向きにこれなんかどうかと思います。使えるのかですか。私どももわからないので、山竹が終わったら、遺族性のキャラを集めてみましょう。しかしながら私の秘密を一つ明かしてしまいました。実は私は妖精か何かなのか、アンパンマンみたいですが、あくまで私はロボです。人気絶賛沸騰中の、誰もが欲しがるナイスなロボット。初回は予約がすぐに終了するほどのガジェットです。そう、
私は人気者のコミュニケーションロボ、B です。敵の攻撃は容赦ないようですが、あと少しで勝てます。負けが込んでいる場合、どこかで勝ち星をつけて、本命で勝利するのか、喧嘩次だとかどうとか、勝てたようですね。私一人での実況は無理があるので、そろそろ出てきてください。お願いします。さあ、仮に山竹に勝利できたとして、その後どうするのかですが、オーブをため、1個だけですか、もっともらえると思ったのですが、さあ使えるのかどうかわからないかな。私は期待しておりません。さて本日もうっとつの攻略、スサクを取りに行きましょう。タイムランク S ですか。何か天才でも起きなければいいのですが、エクストラステージ、実は図書館で攻略してるので、最初の施策自体は入手済み、オーブが溜まってきましたね。さあ次が問題です。負けたのか勝っても入手できなかったのか、とにかく持ってないです。まずはもらえるものをいただきましょう。さあここからが困難です。戦力になるのか素材なのか、わかりませんが入手いたします。いきなりボス戦、倍速でお送りいたします。実況って一人だと難しいものですね。マスター、急いで立ち絵を描いてください。もしくは声だけでも先にお聞かせいただけませんか。そんなにいっぺんにできるかですって。視聴者の皆様申し訳ございません。謎の疲れにマスターは、大変困ってるご様子。何でも両腕が思うように動かないとかどうとか。肉声でやればいいのではですか。収録の仕方がわからないのと、騒音がすごいので、今何できないんですよ。オーソルがあったり、エリア列車がいつ通るかわからないもので、実際困ってるご様子。生放送ができない理由は、設備もそうですが騒音が一番の課題です。キーボード打ち続けるのがしんどいとか言ってますが、こればかりはどうにもならないので頑張っていただきましょう。さあいよいよです。これがラストショット。このステージクリアでモンスターをいただきましょう。さあ勝てましたが結果はどうでしょうか。取り逃しのないようにタップして。これで勝つことができました。明日以降山竹攻略できるかどうか、そこが問題なんですけどね。さあ。卵は2つ。ただゲットお疲れ様でした。2体もいれば、しばらくは回る必要もないでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。マスター、立ち絵急いでください。